リアリティチェックポイント題材のいたずら絵描きにリアリティチェックポイントとあるリアリティチェックポイントとはイギリスのケンブリッジにあるパーカーズピース公園に立つ鉄製の街灯のことである園内を斜めに走る2本の道の交差点に設置されているリアリティチェックポイントという名称の由来については大きく4つの説があるこの街灯は実体なき世界とも称される ケンブリッジ大学の中心エリアと、現世としての非アカデミックな終焉世界との境界とも、言うべき場所に立っているからである。景古に曰く、通り過ぎる前に、己にとっての現実という言葉の意味を確かめよ、と。日も暮れた頃にミレロードの居酒屋、つまりは、現世から舞い戻った、ケンブリッジの学生にとって、この街灯は、現世の祝祭の終わり。 実体なき世界への帰還を意味するからである。酔っ払ってかもやに迷ってか夜に公園を横切ろうとする人にとって便利な目印だったことからこの名がついたのである。街灯は周囲で唯一の明かりだったためだ。公園の端にあった警察署を通る前に酔っ払った学生ないし一般人がシラフのように歩けることをこの街灯の下で自分に言い聞かせていたからである。 この街灯は交差する2本の道のちょうど中央に位置しており、現実に気づかなかった人間はそのまま柱にぶつかるであろうことから、つまりはリアリティチェックポイントの名がついた。この街灯の歴史は1860年まで遡る。もともとはガス灯で、その後電気に切り替えられたとされており、ケンブリッジ最古の伝統とも言われている。台座の上にあしらわれた魚から、 先の柱は、対日戦勝に公用するアメリカ人兵士によって VJDA に壊されてしまっており、現在の柱は、地元の金属加工会社であるジョージ・リスターサンズが1947年に修復したものである。つまりこの柱は、親方のサム・メイソンと弟子のトニー・チャリスが作り上げた作品であり、街頭の長部にあたる渦巻き細工を手掛けたのも彼らである。 1903年に撮影された写真からはこの街灯にはもともとランプが一つしかなかったことが伺われ、その後の衣装は1947年の修復によるものであると考えられる。1996年にこの街灯はグレード2の保存建築指定を受けた。一説によると、リアリティチェックポイントという名称は1970年代。 はじめにケンブリッジ社カレッジアーツテクノロジーのとあるガイダンスに出席した学生が街頭に書き込んだものが書室である。この名はケンブリッジ市議会によって今朝たり別の落書きに上塗りされながら繰り返し柱に書き込まれてきた。1998年に同志が除去するまでこの言葉が名札として街頭にかけられていたほどである。コメディアンのベン・ミラーは BBC2 のドキュメンタリーでこの街灯を扱っている。この映像では街灯の少なくとも2箇所においてリアリティチェックポイントという言葉が書き込まれていたことが確認できる。ありがとうございます。